はい、カッパ知恵袋のカッパ園長です。じゃあね、今度はオーストラリアがね、世界はコロナの起源を知る必要がある、と国連で訴えた、これがね、世界で話題になってたんで、ちょっと見ていきましょうかね。オーストラリアの首相は、コロナの起源を理解するために各国は最善を尽くさなければならないと国連総会で演説したと。で、このウイルスは、我々の世界に最悪をもたらした。何が起こったのかを理解するため我々はできる限りのことをしなければならない。これは再発を防ぐためである。我々にはコロナの発生源と、それがどのように人に感染させるのか特定する使命がある。まあ、これはね、中国との関係を悪化させる可能性のあるコメントでありますよと。オーストラリアは今年の初めにも同様の発言をして中国との関係を悪化させているんですよね。さあ、じゃあこれを見た世界中の人たちの反応はこんな感じ。まあ最初は、そしてこれは中国以外の国が独立して行う調査が必要だということだ。で、それに対して、世界はこういった調査を支持すべき。中国は決して世界に情報を公開していない。中国はこういった調査を防ぐためにオーストラリアに圧力をかけている。で、次の人が、またオーストラリアの鉄に関税がかかるのか。で、次、たくさんの人が武漢の研究所で作成されたウイルスだという話を聞いたことがあるし、その可能性はかなりあり得るものだ。たとえ事故で流出したにしても、もし中国が不十分な管理で流出させてさらにそれを隠蔽したのなら、中国は責任を問われるべきだ。で、それに対して、作られたというよりそこで研究されてた可能性が高いな。その研究所では SARS のようなコロナウイルスが研究されてたことがすでに分かっている。で、次、武漢の生鮮市場から、種族を超えて、感染したというのが通説では、最初そんな話ありましたよね。で、それに対して、その可能性は高い。70年代から生鮮市場はウイルスの発生源になっている。で、さらに続けて、そう思われていたがそれ以前から人々に感染していたという報告がある。で、さらに続けて、いや、もう誰も生鮮市場だとは思ってないよ。まあそうですよね。で、次、なぜ中国がこれに抵抗しているのか理解ができない。で、次、オーストラリアはアメリカにやれと言われたことをやってるだけなのに、アメリカと中国の両方から攻撃されているな。アメリカから攻撃されてんの？で、次、すでに1年が経とうとしてるのに、未だに答えがないのか。で、次の人は、中国の武漢だよ。で、それに対して、地理的にはそうかもしれないが、動物由来なのか何なのかが問題だ。で、次の人は、もはや共産党が何か隠蔽しようとしているのは明らかだよ。もし何も、やましいことがないなら、すでに調査許してるだろう。で、次の人、中国がまた関税を課してくるぞ。で、次は、政治家の責任転嫁ゲームにはもううんざりだな。で、それに対して、オーストラリアはコロナ封じに成功している国だ。スケープゴートを必要としていない。で、次の人は、研究所の事故だろうと。まあ、そんな感じなんですよね。さて、じゃあ、実際その当事国っていうか、当事者っていうか、中国の人たちはこんなことを言ってました。驚愕、わずか37日で新型コロナ確定患者が1000万人も増加した。で、アメリカの増加スピード、やばいよね。中国以外の国々は大混乱だねと、完全に一言なんですよね。ね、中央ヨーロッパのサマータイムにおける18日の16時1分ごろ、全世界で新型コロナの確定患者数が3000万人になった。現在全世界の確定患者数は35万5710件で、合計、なんだこれ、94万3433人が亡くなっている。で、新型コロナの確定患者数が2000万から3000万への増加はわずか37日だった。1ヶ月ちょいってことですね。世界中で毎週平均180万人の新規患者が確認され、1日の新規確定患者数は30万人を超えている。で、ここから中国の人たちのコメントになりますかね。まず最初、北半球はもうすぐ冬になるね、どうなるんだろう。で、次の人、もう発生してから半年かとか、次の人は、全世界がやばい時に中国はさながら桃源郷だねとか、で、まだ収束してないからみんなも油断しないでとか、誰もアメリカのスピードについていけないねとか、もう普通の流行してる風邪みたいになってるじゃんとか、早く収束して普通の日々が戻りますようにとか、犠牲者もうすぐ100万人じゃんとか、次の人は、ヨーロッパでまた急激に増えてきたね。で、次の人、3000万だともはやペストじゃないかとか、確定ってことはコロナなのにまだ検査がはっきりしてない人もいるってことでしょ。
で次の人、怖すぎる。でその次は、中国は特に大きな変化はないね。海外の病院大丈夫なのかなとかね、コロナをコントロールできないと全世界が衰退しちゃうよ。で次、もうこの数字でもピンとこないぐらいには麻痺しちゃった。で次、一体いつ収束するの。で次、インドで大爆発してるよね。で次が、早くワクチンができますように。3000万はただの数字じゃなくて尊い命なんだよ。へえ、中国の人そんなこと言う人いるんだ。で次、この増加スピードはちょっと怖い。で次、毎分毎秒増えているように、思える。まあ毎分毎秒増えてますけどね。まあ一応、まあ確かに実際ね、この一瞬、この瞬間ですら確定患者数が増えていますからね。まあ早く収束して以前のような日常に戻りたい、まあそういうふうに言ってる中国の人もいましたけども、ね、確かにおっしゃる通りですが、まあいいや、とりあえずこのコロナでね、亡くなった方のご冥福をお祈りしておきます。さてさて、まあまずオーストラリアと中国のお話を順番に見てったんですけど、だって不都合なことは全て闇に葬るじゃないですか、中国は。ね、新型コロナに限らずでしょ、ね、真相が明らかにされることって多分ないと思いますよ、うん、だって中国政府、今度はコロナはオーストラリアが起源である可能性があるとか、そんなこと言い出しそうですよね。だってアメリカに対しても同じこと言ってましたよね。しかも WHO は否定しなさそうですよね、それに対してね。うん、まあわかんないですよ。きっかけは確かに事故だったのかもしれないですけども。じゃあ仮に事故だったとしましょう。それでもね、今は中国はこれを好機と明らかに世界征服進めてるじゃないですか。だからまあ核査察と同じぐらいの厳格さで中国の全実験施設、ね、査察するべきだと思いますけど。大体例の研究所に出資していたね、ゲイツと中国が中国スクール出身で、ね、伝染病を隠蔽の常習犯を日本のなんか専門家を排除してまで WHO のトップにした、あ、それを、ね、それをこうだから近いうちにウイルス使って悪さする予定だったと、思いますけど、だからおそらくウイグルとかチベットとか台湾香港あたりにばらまいて軍隊で封鎖する大義名分に使う予定だったんじゃないですかね。どうなんでしょうね。だまあ中国は、ね、今後も、ね、国際貿易続けいたいのであれば、もう今回みたいな、なんかこう疫病の発生源にならないと、ね、証明しないといけないですよね。だ調査を受け入れてこそ、まあ、それでこそ、ね、これまで通りの貿易ができる可能性が残るのになぜ拒否するのか、ね、これはもう確信犯じゃないですか、うん。でだから今のなんかそのオーストラリアの人、まあ、中国の息のかかった議員を追い出した、ほぼほぼ右翼政権みたいな感じ、保守政権ですか。だから捕鯨問題などはオーストラリア人に顰蹙を買って2013年に議席のほとんどを追い出された、ね、親中極左政権が騒いでいたりしましたけども、まあ起源はどう考えてもこれ中国で間違いないですよね。まあその起源の特定以前に各国で人々が新型コロナに感染して亡くなっている人がいる、それが事実じゃないですか。だから調査の必要性を主張するのは当然だと思いますよ。むしろこれ調査拒否なんかして正当化したら徹底的にね責任追及されるはずなんですけどもね、うん、だから結局中国は金で争いを起こす悪の枢軸みたいな存在になり下がってるじゃないですかね、うん、まあ滅べとまではさすがに言わないですけど、でもねちょっとね、世界は少し平和になるために、ね、世界がね共通の目的のために行動するべき時ではありますよね、うん。さてじゃあ宿題の確認いきましょうかね。地域自治体の代表だとしたら何を禁止にしますかっていうことで、お答えいただいた方どうもありがとうございました。まず最初、麻雀悟空さん、発売禁止にするなら、現在東京に住んでいます。イオンモールに行かないで、この前情報を仕入れたんですが、イオンは CO2 の排出量が日本全体の 1% になるそうです。やはり店舗拡大しすぎて政府から目をつけられたのかな。で今度名前はないさん、大麻覚醒剤の販売を全面禁止にします。うん、されてるけど守んない人がいますからね。売人は死刑、使用者は最低でも30年の禁錮から上は死刑まで、その結果某国からの物は市場を失い結果アメリカに流入、アメリカ大統領はこの事実に対し某国へ宣戦布告しコテンパンに叩きのめします。
清朝末期のアヘン戦争みたいに有害な薬物が戦争を引き起こすでしょう。昼寝し隊員さん、過剰な香料の使用禁止、たまに鼻が悪いのか過剰に香料をつけている方、香料ってフレグランスとかのことかな、方がいて、エレベーターなどの密室空間や満員の電車やバスの中で状況によっては気持ち悪くなる方もいるわけで。で、エゾラさん、中国人禁止、北海道民です、日本人市民より先に生活保護を受けたり市営住宅に入ったりしている。観光地でもない、住宅街のコンビニで中国語が飛び交っている、このコンビニには中国語表記は一切ありませんが、水源地近くの土地を買ったり本当に侵略されている気分、いや侵略されてます気分じゃないですね。もうで、RS さん、マスコミ禁止、ありのままを伝えず報道するものを選び、日本人に本当に必要な報道をしないメディアをすべて排除。で次、佳代子さん、条例により伊藤ハムのレンジでご馳走シリーズの購入は1人2点までとします。また食べ物の話ですいません、最近ドハマりしています。牛すじ黒カレー、とろける角煮カレー、牛タンシチュー、ビーフシチューの4シリーズあってマジうまいっす、やばいっす。ただ入荷数が少なくてすぐ売り切れちゃうんです。どれも美味しいんですが、特に牛すじ黒カレーは350円でお肉たっぷり、このクオリティはありえないです。一押しです。ネットスーパーで注文してみてください。ご飯ついてないのでご飯パックも忘れず注文してくださいね。まるで宣伝のようですが、伊藤ハムさんとは縁もゆかりもございませんで、桃のダニエルさん、日本人以外への補助金の無駄遣いを禁止したいですね。差別と言われようとも自国民の幸せのために外国人への補助などもってのほかだと思います。画像のようなことは禁止したいです。画像のようなことで、めぐみこさん、会議の資料やマニュアルのペーパーレス化を進めることを禁止する。時代と逆行しますが、老眼が始まるとPC で文章や内容を目で追う作業は目を酷使します。メガネをかけても目に負担がかかるように思います。ドライアイから眼病にもつながります。紙に印刷して内容を確認することを認めます。むしろ推進したいと思います。だからペーパーレス化の推進を禁止します。トリッピーさん、パチンコ一択です。特に駅前の一等地にあるもんですね。治安改善、景観改善、駅前再開発、あの国への資金提供防止、メリットばかりだと思います。それでも営業する業者には追徴課税をし、その税収をギャンブル依存症治療の補助金、パチンコ業界で働いていた人の転職支援に、補填したいと思います。他にも中国や某国製製品も禁止にしたいですが、まずはパチンコかなと思いました。みすずさん、危ない土地に家を建てさせない、少しの雨でも川の氾濫や崖崩れ対策のためにどれだけの人が動き、どれだけの税金が使われているのか、あんなところになんで家がっていうのを許可したのがいけない。それは対策するに越したことはないけど、そのためのお金って税金限度があるでしょう。まして老人ホームをそのところに建てるのを許可してほしくない。老人を助けようとする若者が死んでしまう。だから危険なところに建物は許可しない。まあ以上ですかね。答えくださった方どうもありがとうございました。さて、じゃあ今日の宿題はどんな感じにしましょうかね。こんなことが話題になってたんですね、海外で。もし UFO が、家の真上に浮かんでたら何する？どういうことだよどういうことだよって思いますけどもね。どうします？ね、自分家のあなたがお住まいのお家の、真上に、ね、UFO が、ね、浮かんでた、あなたの家に訪ねてきたってことですよね、うん、どうしますかっていうね、宿題にしましょうかね、うん、たまにはなんかこういうわけわからんギャグみたいなのでもいいでしょう。しょっちゅうありますかね。まあいいでしょう。ということで、ね、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた明日、ごきげんよう。